シナン君のなんちゃってラジオ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、シナンと申します。どうも、初めましての方は初めまして。今回からね、ラジオ番組風のね、まあ不定期ラジオなんですが、やっていこうかなと思います。はい、今回が第1回の初回配信となりますが、なんか自粛期間というか暇な時間が多いと思うので、まあ、何かのね、作業の おまけ程度に、おまけ程度に聞いていただければなと思います。はい。まあ、この番組の説明をいたします。はい。まあ、なんちゃってっていう、ラジオ風の番組なんで、まあ、なんちゃってっていう名前でね、やっていこうかなと思います。まあ、もっといい名前があるよっていう方は、教えてください。まあ、この動画は、シナン君のトーク力を上げるために、まあ、不定期でお送りするラジオ風番組ですということで、はい、その通りです。まあそのまんまの意味なんですよ。そう、実況、まあ実況動画というか、まあゲームをしてる、ただゲームをしてるだけの動画を結構何個か上げてるんですけど、初めてまだ、まあ、数ヶ月としか経ってないんで、自分のね、コミュニケーション能力というか、このラジオでね、まあトーク力を上げていくっていうことを目標に僕はやっています。僕はやっています。はい。初回配信なので、まだお便りとかはまだいただいてないんですけど、今回から、第2回から、その、ラジオのお便りを募集しようかなと思います。募集方法としては、概要欄に書いてある、その、質問ボックス、質問箱の URL を貼っておきますので、そこに、ラジオネーム。何にしようか。ラジオネームってなんかこう、あれだよね。自分のなんかラジオの名前つけるよね。なんだっけ。なんとかリスナーみたいな。どうしようかな、何しよう。しなん、どうしよう。まあそれもね、なんか今後考えられたらなと思います。紹介するときにお名前を呼びますので、まあラジオネームとそのトークの内容を書いていただければなと思います。まあね、この番組は、まあどんなコーナーをやっていくのかみたいなのね。それもちょっと募集したいと思うんですけど、まあ僕が考えたのは、一つ目、普通歌と、二つ目、名探偵シナン君と、シナン君教えて急上昇ランキングだよね。その三つを今考えていまして、どんな内容なのか、まあ普通歌から行きましょうか。普通歌のコーナーは、まあリスナーからいただいたお便りをね、まあ、シナン君が普通に紹介していくコーナーです。はい。まあこれはただ単純に僕がこのトーク力というか、そのまあなんて言うんでしょうね、この語彙力のなさ語彙力のなさを、まあ、特訓するためのコーナーでありますね。はい。で、続きまして名探偵シナン君。はい。これね、著作権危ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ名探偵シナン君がどういうコーナーなのかっていうと、名探偵シナン君がいまして僕なんですけどね、僕がいまして、身の回りにある不思議なことや、なんでどうしてと思うことをね、この名探偵シナ君がズバッと自分なりの解決をねしちゃうよっていうコーナーです。そう、なんか身の回りに起きた、なんて言うんでしょうね、あ、これふと思ったことを、あれこれなんだっけって、なんでこういう名前なんだっけみたいな、なんか例えで言うと、食パンの止めるやつって名前なんだっけみたいな。まあ極端すぎなんですけど、まあそんな感じでいろんな謎を解明していくコーナーですね。まあ、続きましてね、シナン君教えて急上昇ランキングというね、コーナーがありまして、ざっと説明しますと、僕の動画の、その、一番今伸びてる動画を紹介していくコーナーです。まあそうなんですよ。まあなんか、他の動画をね、いろんな人に見ていただきたいという、その、一心で、こういうコーナーを作ってみました。はい。知らない方もね、このラジオを聞いてくださってると思うので、はい。なので、ちょっとこの動画を聞いて、僕が、シナン君がどういう動画を出してるのか、どういう動画が今伸びてるのかというのをね、まあ、知っていただけたらなと思って、このコーナーを作りました。こんな感じで、ラジオ風番組をね、これからやっていこうかなと思います。どのくらいになるかな？まあ、でも、目標的には、月に4回は絶対に出したいなって思ってて、まあ、時間があったら、まあ、すぐ撮っていきたいなと、まあ、パッて撮れるんでね、ラジオなんで。パッて撮って、そう、上げていきたいなと思いますね。はい。シナン君の、なんちゃってレディオ。
この番組は皆様の応援でお送りします。はい。ということでね、最近は皆さんどうでしょうか？まあ、この自粛期間、本当に暇だと思います。僕もね、結構、外に出られないというのがね、結構あって、まあ、何日か、まあ、週に一回、ないか、あるか、外にちょっと散歩を出かけてるんですけど、やっぱりね、部屋にいると、まあ、空気が重いというか、なんて言うんでしょうね。まあ、外に出た方が、なんかすごく空気が美味しく感じるんですよね。そう。自粛期間を得て、なんか、外の空気が本当に美味しいなって思えるようになりましたね。そう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 。だからたまーにね、気分が落ち込んでる時とかは、本当に太陽の光とかを浴びて、まあ、なんかこう、気分を上げないと、なんででしょうね。ずーっと鬱の状況が続くので、まあ定期的にね、窓を開ける程度でいいんですけど、窓を開けてちょっと顔を出す程度、鬱にならないためにも、そう。気分が乗らないなとか何もやる気起きないなって思った時にはね、ちょっと顔をね、チラッてね、ちょっと覗く程度でいいので、そうそうそう。気分を良くしていきましょう。はい。まあ、僕の動画をね、結構見てくださってる方はわかるかと思うんですけど、その質問に答えていくコーナーのね、動画を撮りまして、その後に来た質問が何個かあるので、まあ、ここのフリートークで消化できたらなと思います。はい。では早速、1つ目から行きましょうか。一つ目の質問、もしも何か一つだけ手に入るとしたら何が欲しいですかという質問がありますね。はい。もしも一つだけ手に入る、何か一つ手に入るとしたらなんだろうな。一つだけでしょ。一つだけ。これはあれかな。その持ってる状態はそのままなのかな。持ってるのは。持ってるものとかはそのままで欲しいものが一つだけ手に入るってことかな。それだったら、いやね、一番ね、欲しいなーって思ってるのは、恋人？この、まあ僕の個人的な、まあ仕事関係的にね、出会いがね、本当に少ないんですよ。はい。だから、なんだろうね、こう、やっぱり、まあ恋人と言わずに出会いが欲しいな。そうそうそう。いろんな人とね、関わっていけて、まあ、人と人とね、つなぐ仕事ができたらなって思ってるので、まあ、そんなことが欲しいです。どうなるんだろう？なんて言うんだろう？人脈。人脈が欲しいです。はい。僕がね、一つだけ欲しいって言ったら、まあ、人脈って結構な量だと思うんだけど、相当な量だと思うんだけど、人脈が欲しいですね。続いての質問です。はい。理想の彼女とかいますか？理想の彼女。理想の彼女は、ポニーテールで、ポニーテールで、なんて言うんでしょうね。家庭的な方？家庭的。まあ、でも、結構な男性が言うんじゃないでしょうか。その家庭的な女性が、まあ、好みに入るみたいな、まあ、上位、トップ10、トップ3に入る内容だと思いますよ。そう。まあ、家庭的っていうか、まあ、家庭的じゃなくても、の不器用でも、まあ、一緒に頑張ろうみたいな、まあ、前向きな方だったらいいですね。うん、前向きで、まあ、やっちゃったってへーへーみたいな。でもまあいっかみたいな。なんとかなるっしょみたいな。ちょっとね、こうポジティブに捉える女性とか結構好きですね。はい。まあ、続いての質問いきましょう。動画のイラストはすべてシナン君が描いてるんですか？はい、そうです。まあ、なんでしょう。アニメから、その時間がない時とか、本当にただ単に声真似する時とかは、アニメのね、ワンシーンとかを使っているんですけど、基本的にこれから先とかはね、自分で描いたイラストとかで使って、まあ、どんどん動画をね、撮っていこうかなと思います。最近出した、ニセ恋の、声真似動画、コラボね、させていただきました。その時の動画で使ったキャラクターの、立ち絵とかは、僕の絵です。はい。はい。では続いての質問です。気になる人が、口臭がちょっときついんですけど、改善してもらうにはどう言えばいいでしょうか？なるほど。気になる人が、気になる人ってあれかな？好きな人かな？好きな人が口臭がちょっときつい。ああ、それはちょっと困ったな。あー、でもそれでも好きなんだよね。その人のことは。うん。ってことは、まあ、
こうし、まあ、どう伝えるかね。さりげなく言ってあげたらいいんだけど、だよね、言っちゃうと嫌われちゃうかもっていうのがあると思うんだよね。僕も結構というか、僕も多分その現象に陥った時に同じことになると思うんですよ。その同じ思いをするというか、まあ、ちょっと口臭臭かったね、好きな彼女というか女性の方が、まあ口臭臭いというか、まあ、口臭いかったら、そうだね、まあストレートに言ったら相手も傷つくんで、どうしようか。ストレートに言ったらちょっとかわいそうだもんね。まあ、それで僕のことをね、自分のことを嫌いになっちゃったりとか、まあ、気まずい空気になっちゃったりとか、嫌だもんね。まあ、相手の、まあ、性格というか、その、まあ、性格にもよると思うんですけど、僕の場合は、どうしよう。まあ、公衆ゲームみたいな。お互いに息を掛け合うみたいな。そう、お互いに息を掛け合うゲームとかしたら、なんか、なんだ、よくわかんないな、これ。うまーく伝えられたらいいですよね。なんだろうね。やっぱなんか子供とかが、小さい子供と、一緒にいたら、その子供とかは素直なんで、すぐ言ってくれると思うんですよ。お兄ちゃん、口臭いって言ってくれると思うんですけど。まあ、何歳かわからないんですけど、学生なのかな？まあ、弟とかね、妹とか、いた時に、まあ、一緒に、その彼氏さんっていうか男の人を呼んで、そう、遊んであげるっていうのはね、いいかもしれないですね。そしたら、まあ弟の力とかね、弟妹の力を借りるっていうのは大きいんじゃないでしょうか。まあ人の手を借りるっていうのは一番大事だと思います。自分が嫌われないためにもね、逃げるのはね、大事ですよ。まあ逃げるは、恥だが負けではない。あれ？合ってるっけ？合ってるっけ？まあそんな感じです。はい。頑張りましょう。では続いての質問です。恋人と仲直りしたいんだけど、まずどうすればいい？恋人と仲直り。仲直りはね、まあ恋人の場合とか、なんでしょうね。まあ恋人だったら、まあ、仲直りはすぐできるんじゃないかなという。だいたい些細なことというか、うん。まあ内容的にはね、そんなに深くはないと思うので、まあ、仲直りしたいって思えるぐらいなんだね。その程度なら、仲直りしたいって思う気持ちがあるなら、まあ、すぐ仲直りできますよ。うん。まあ、こっちからね、切り出しましょう。普通に、ストレートに言うことが一番大事です。はい。ごめんねって。そうそうそう。続いての質問です。今、ダイエットしてますか？まず、僕の体重が、なんでしょうね。ガリガリというか、身長の割に、まあ、僕、身長170センチぐらいなんですけど、まあ、170センチぴったりぐらいかな。ちょいあるぐらいなんですけど、まあ体重がね、50キロいかないぐらいなんですよ。そう、本当にガリガリ。だから、ダイエットするまでもないというか。ダイエットするまでもないんですよ、僕。はい。なので、ダイエットはしてません。まあ運動はね、最近してるので、そう。まあ筋肉はね、頑張ってつけようかなと思います。はい。動物の森はもうやった。この質問なんですが、動物の森買いました。はい。今日届きます。今日届いて、ちょっとやろうかなと思います。続いての質問。恋と愛の違いって何ですかね？恋と愛の違い。僕の解釈ですよ。僕の解釈ですけど、恋は心のバグ。はい。です。はい。まあ、どういう意味かというのは、まあ、恋は、まあ、その、一目惚れとかするじゃないですか。一目惚れして、まあ、あの人好きとか、一目惚れじゃなくても、だんだん好きになっていくパターンとかも、だんだんこう、自分の心が、その人に寄っていくというか、うん。まあ、好感度が上がるというか、思春期に起きるバグだと僕は思いますね。まあ、いい意味でですよ。いい意味で、青春してる意味で、まあ、バグだと思います。めっちゃバグ言ってますけど。はい。まあ、愛は、愛してる。だからね、本当に恋とは一線超えた存在ですよね。うん。だから愛は、本当にお互いを愛してる。お互いを愛してたら両思い、愛って難しいね。愛は、まあ思っていることかな。相手を好きって、本当に好きって思うことが愛だと思いますよ。まあどんな形であれ、愛は、まあそれぞれなんで、まあヤンデレだってそうですし、
まあ、ツンデレもそうなのかな。そう、それぞれ愛はありますから、そう、思う気持ち、相手を思う気持ちはもうすべて愛だと思いますよ。まあ、家族に対してもそうですし、まあ、恋人に対してでもそうですし、そうそうそう、相手を思うことが愛につながるんじゃないでしょうか。はい。まあ、結論としては、恋は思春期のバグ。愛は相手を思う気持ち。気持ち。はい。そういうことです。はい。では続いていきましょう。死ぬこと以外は、かすり傷って言うけど、死ぬ以外にも重傷っていろいろあるよね。わら。はい。そうね。うん。質問じゃないな、これ。なんかあれだね。質問というか、三つをみたい。やっぱり、なんとかするんだなー、みたいな。死ぬこと以外は、かすり傷って言うけど、死ぬ以外にも、重傷っていろいろあるよねー。三つを、みたいな。はい、じゃあ、続いていきましょうか。はい、好きなお菓子はありますか？僕、勧めたいお菓子が、一つありまして、一番今ハマっているものなんです。カントリーマーム。まあメジャーだと思うんですけど、カントリーマームはね、本当にね、袋で買うくらい、袋で、ため置きしてるぐらい好きですね。そう、本当に好き。うん。あれはね、罪の味ですね。うん。虜にしちゃう、みんなを。そう、ぜひね、食べてない方とか、初めて聞いたって方はあまりいないと思うんですけど、まあ食べてない方はね、ぜひ食べてください。食べてみてください。質問箱の回答はこれで終わりになります。まあ今来てるね、段階での質問はこれで終わりです。では続いてのコーナーに行きましょう。シナン君、教えて。急上昇ランキング。このコーナーでは、シナン君の動画で現在ホットな動画をランキング形式で紹介していきます。では、3位からの発表です。でん。マイクラでゆるキャンしたら、災難が訪れた、シャープに、シナクラです。はい、この動画の紹介をいたします。この動画は、マインクラフトで、ただいま、現在、進行形で、シナクラというね、タイトルで、実況している動画です。まあ、このマインクラフト実況、シナクラは、今、シャープ3まで出てるんですけど、本当に内容が濃い。1から濃い。濃かったね。編集しててね、濃かったなーと思いましたね。シャープ3までしか出てないので、まあ、見やすいかなと。今からでも見やすいかなと思います。ぜひ、見てみてはいかがでしょうか。続いて、第2位。ダラララララ。でん。内山幸喜さん。ボイス練習法、シナン流。イェーイ。この動画は、内山幸喜さんの、まあ、声真似をね、何個かさせていただいてるんですけど、させていただいてるでも勝手にしてるんですけど、その、まあ、僕流の練習法を紹介している動画ですね。うん。まあ、僕なりのね、練習法なんで、完全に皆さんに、該当するというか、マッチするかと言われますと、まあ、わからないんですけど、僕はこういう風にやってますっていう動画です。はい。この声真似をね、始めたきっかけは、まあ、友達が、その、内山幸喜さんに声ちょっと似てるから、声真似やってみてよ、みたいな。月島くんの声やってみてよ、みたいな、一言から始まった、声真似のね、アカウントになるので、ある動画に出させていただいたり、某、加減の6の鬼の声真似をね、した、クッキング動画みたいな。のを出させていただいたりとか、そう、ありがたいことにね、皆さんから温かい声をね、似てるとか、応援してますとか、まあ、面白いですみたいなね、動画のね、コメントをいただいて本当にありがたいです。これからのね、活動に活かしていきたいなと思います。もっともっとね、頑張っていこうかなと思います。続いて1位の発表です。ドロロロロロデン。ヒロアカ、しがらきとむらにマイクラ生活させてみた。堂々の1位です。堂々の1位です。はい。まあ、この動画はね、まあ、説明するまでもなく、まあ、しがらきとむら風の人が、まあ、黒霧風の人に、マイクラに飛ばされて、マイクラでね、生活をしている動画です。そう、雰囲気声真似として、まあ、出しました。はい。
あまりにもね、想像を超えて人気があったので、まあ、好評だったというか、そう、だったので、もしかしたら続きが出るかもよ、という感じです。そう、僕個人で、ツイッターのアカウント持ってるんですけど、よかったらね、シナンくんで調べてみていただければね、すぐ出てくると思うんですけど、まあ、そこでチュラッと言ったんですけど、まあ、結構好評だったから、次の動画出そうかなってつぶやいてたんですよ。そう、だから、もしかしたらやるかもしれないですね。はい。気長に待っててください。出るかもしれません。はい。僕もね、頑張って脚本考えます。はい。思いついたら多分やると思います。まさかね、まさか、しがらきとむらのマイクラ生活が人気が出るとは思わなかった。まあ、それまでは、一番人気があったのは、その、るいくんの、柱チャレンジが人気がありました。そう、あれ、TikTok に、僕もね、TikTok にちょっと、最初、上げてまして、練習動画でも言ったんですけど、まあ、るいくんの、その、柱チャレンジが、一番人気だったんですよ。で、TikTok でも本当に何万だっけ ?4 万とか。4万いいねとか、ありがたいことにめちゃくちゃバズりまして。バズったというか、そのタグのおかげなんだよね。柱チャレンジというね、タグを作ってくれたあるお方、まあ、名前出すのはちょっとおこがましいんで言いませんけど、まあ、調べてみたらすぐわかると思うんですけど、その柱チャレンジを、始めた方がいまして、まあ、その方、のおかげですかね。柱チャレンジというね、ジャンルと、まあ、鬼滅の刃っていうね、ありがたい、でかいタグがありまして。そのおかげですね。ありがとうございます。ブレイクタイム。はい、ということでね。長い間このラジオを聞いてくださりありがとうございました。そろそろね、お別れの時間が近づいてまいりました。やっぱりラジオ難しいね。本当にトークが苦手な人ってとかやっぱとか僕の口癖やっぱとかなんですよ。だから今回のこのラジオで克服できたらなと思ってます。はい。何回かね、何パーとか続いた時に僕がどのように変化しているのか、どのように改善されて、どんどん成長していくのかをね、見守っていただけたらなと思います。もう一度、宣伝しますね。僕の動画のコメントはすべて全部見てますので、動画の感想や、シナン君への愛のささやきなどなど、この動画のコメント欄にコメントしちゃってください。はい。新しいコーナーの提案や、このラジオへのお便りを送りたい方は下の概要欄に質問箱のリンクを貼っておきますので、どしどしとお待ちしております。そしてシナン君のツイッター、TikTok もやっております。そこでしか見られない動画やつぶやきもありますので、よかったらフォローしてくれると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おつしな。この番組は皆様のおかげでお送りしました。